はいどうも、はじめましたリチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ちょっとさっきまでライブ配信やっててね、もう僕ね今ねもう疲れ切っちゃってるんですけど、ちょっとねこっからね頑張ってね、ちょっと動画の方を作っていこうかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画なんですけど、皆さんね11月の15日にですね OB のダルビッシュセレクション、もう今年これがもうピカイチに注目されてるんですよ。で、本日11月3日の13時の時点でですね、ダルビッシュさんが13人の選手をですねツイッターの方で発表しました。まあ詳しくはねそちらの方を見ていただければわかるんですけど、まあ能力とかはね、書かれていないというところで、今回この動画でですね、ディア対勢中心にちょっとね能力予想プラス、まあどの選手が熱いのかっていうところをね、まあ解説していこうかなというふうに思います。はい、ということでレイチャンネル今年なんですけどね、年内登録者数5万人、そしてねスピちゃん本戦1月に行、スピちゃん予選が1月に行われますけど、そちらの方でね本戦に特徴的なオーダーで出場したいと思っておりますので、応援の意味を込めてチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。ちょっとねもう喉仏がやられとんのよということで、じゃあ今からね解説していくわけなんですけど、まあどういう順番でいくかというと、まあダルビッシュさんが発表した順番にね解説していこうかなというふうに思います。ちょっとテキパキやっていきますので、皆さんね動画を最後まで見てやってくれたら嬉しいです。じゃあ行きましょう、アゴー。はい、というところでね、まずヤクルトなんですけど、ハウエル選手ですね。ハウエル選手、パワヒで、ミパが81なんですけど、まあ、セレクションはね、よっぽどプラス1で出てくるんじゃないのかなっていう意識があります。で、今回のセレクションなんですけど、過去に登場した選手も変更点はあるんですけど、ツイッターの方でですね、ダルビッシュさんが変更点ある選手はね、この球種変更または追加ありとか、そういう変更ありだよっていうこと書いてあるんで、まあ、もしかしたらそれがない選手は、そのまま出てくるのじゃないかなっていう可能性が高いと僕は見てね、予想していこうかなというふうに思います。ということでミパ82のハウエル選手、守備が D なんですね。で、超パワヒ固め打ちさよなら男といったところで、まあ、ステータス自体は高くてパワヒで結構いいかなと思うんですけど、まあ、今、玄関がやっぱ広角も強いですし、ちょっと守備的にもちょっと守らすの怖いかなといったところ、で、まあ、特殊能力もちょっとあれなんで、まあ、結構純正向きになってくるのかなというふうに思います。まあ、でも12球団でも、代打とかならありなのかなというふうに思いました。はい。はい、オリックス、赤堀選手ですね。赤堀選手は、一応ね、変更点ありっていう風にダルビッシュさんはお伝えしてるんですよ。で、まあ気になるのはね、リア対勢の方、球種ですよね。現在ではね、2019シリワンの方でですね、TS で、まあ一応登場しておりまして、高速スライダーとシュート、で、カーブなんですよ。で、これだけ見るとね、リア対ちょっとね、渋くないってなるんですけど、で、ダルビッシュさんが一番欲しいのが赤堀選手って言ってたんですよ。で、ダルビッシュさん自体もね、もうリアタイやってらっしゃいますし、じゃあね、どういう感じになるのかなって言ったところなんですけど、まあ、僕の予想っすよ。僕の予想はやっぱこう、今ね、既存で横がこうね、結構強いよっていう感じで出てきてるんで、まあ、高速スラカとか、まあ、シュートで高速シュートがつくなんかといった、結構横で動かしやすい横の二球種系になるんじゃないのかなっていうイメージがね、僕の中ではついております。で、特殊能力の方もね、もしかしたら変わるかもしれないんで、ここにね、超大ピンチとかが出てくると、抑えで結構強投手になってくるのかなというふうに思います。多分ね、リア対勢の方、意外とね、この赤堀選手が狙いになってくる人も多いんじゃないのかなというふうに思います。はい、西武ライオンズですね。ちょっとね、もう、まあ、西武ライオンズなんですけど、中西さんですね。中西さんなんですけどね、今までに出たことがないんで、ちょっとこの画像をちょっと僕持ってきたわけなんですけど、中西さんね、結構リア対勢熱いと思いますよ。ちなみに、1955年の中西さんが出るということなんですけど、あのね、打率3割3分2厘で、ホームラン35本なんですよ。ってことはですよ、皆さん、これワンチャンアーティスト登場ありますよね。で、ラインナップを見た感じ的に、アーティストに関して言えば、この中西さんがなるんじゃないのかなっていうオーラがありますので、ここリア対勢結構注目。なんかね、おかわりくん的な存在、まあ、山川さんとか、まあ、西武といえばね、山賊打線でね、有名ですけど、まあ、そんな感じでね、12球団でも使えるような、まあ、ミーパー A じゃないですか、よっぽど3割3分2厘で35本だったら、ミートも高いと思います。で、アーティスト、ここね、多分リア対勢の方、注目すべき。またサードが熱いね。はい、中日ドラゴンズなんですけどね、角源次さんですね。角源次さんなんですけど、まあ、今までにね、プロスピで実装されていないというところで、ちょっと登場がワクワクってした感じなんですけど、あのね、どんな感じのピッチャーかというと、意外とこうもね、速球系でガッと押す系のピッチャーらしいんですよ。ってことはですね、まあね、速い球のストレートとかがあると、結構リア対勢も注目になってくるのかなと思います。まあ、ここはですね、まあ、ちょっと登場してみないとね、僕もね、見たことがないのでわからないんですけど、まあ、球種がどうなるのか、そしてね、特殊能力がどうなるのか、ちょっとね、注目すべきポイントなのかなというふうには思います。はい、巨人はですね、張本さんです。
立つってことですね。ということで弾道が高弾道、そしてね2と88のパワー75の B なんですね。で守備がねちょっと E なんですよ。てか僕2チャーム登場すると思ったんですけどね、有本さんまさかの巨人でした。はい。でね、特殊能力の方がですね、超阿部比広角で、もう一個何がつくかわかんないですけど、ここに存在感とかついちゃったらね、特殊能力もいかついですし、まあちょっとね守備で守らすことは難しいのかなって。ここがね一気に C に上がるっていうことはねよっぽどないと思いますので、まあでもねそれでも指名打者枠、そしてね代打枠なんかで、特にね左バッターですから、あのね左信者の方もいらっしゃると思いますし、広角持ちって言って考えたら全然リア対勢の方でもね熱い選手になってくるので間違いないかなというふうに思います。はい。広島はですね、大野豊さんですね。でね、皆さん、大野さんもね、これまたね、リア対勢、もう注目のピッチャーなんですよ。で、何が強いかっていうと、もうね、すでに登場してるわけなんですけど、マッスラとパーム持ってるんですよ。で、皆さんちょっとね、イメージしてほしいんだけど、あのね、浅尾投手ってストレート、普通のストレートじゃないですか。あの、プロスピですね。で、そのストレートに、まあ、パームがあって、フォークがあるから強いじゃないですか。じゃあ、大野さんの強さっていうのは、このね、マッスラとパームの回転が若干似てるんですよね。まあ、言ったらツーシームフォーク的な感じなんですよ。で、パームって、フォークより気持ち悪い、まあ、いい意味で気持ち悪い動きするんですよね。って考えた時に中継ぎも抑えも限界突破でできるこの大野投手、リア対勢の方マジで注目じゃないですか。僕もねちょっと欲しいです、大野投手ね。だけじゃないんですよね、ここね注目なんですけど、超大ピンチ20丸を持ってるわけなんですよね。超大ピンチ20丸発動した時パームがだから6になるんですよ、変化量やばいっすよね、マジで。これね、僕はおすすめとしては、もう中継ぎとかでね、マッスラとパームで、やっぱね、使うと、意外とこうね、いきなりパーム来るとね、やっぱ打ちづらいですから、大野投手もね、注目すべき選手なのかなというふうに思います。はい、というところでね、楽天、今回、レイチャンネルが担当させていただきました、楽天ね、当たりました岩隈選手です。いやー、本当にありがとうございます、皆さん。そしてね、協力いただいたクラッチさん、本当にありがとうございました。で、岩隈選手なんですけど、まあね、過去の動画を見てもらったらわかると思うんですけど、あのね、純正では必須級の強さになってくるっていう感じなんですよ。で、僕の予想ですよ。僕の予想は、12球団に、なんていうかな、12球団の先発ピッチャーが5人、強投手で固まってる人が、あえて取りに行くような能力にならないのかなとは思ってます。ダルビッシュさんと、こう、やり取りしてる感じ、純正必須って言ってるので、だから12球団の方でも先発が揃ってない方は岩隈選手出たらね、使うのありですし、純正の方にとったら必須級。ってことはどうなるのかって言ったら、僕の予想ではツーシームフォークなんですよ。ここにツーシームが、こう、追加されて強くなるんじゃないのかなってイメージがあるんですよね。ただ、一応情報としては、こう、リスナーさんはあるんじゃないかって言ってるのは、フォーク2種。フォークとかスプリットですね、スプリットフォークでツーシームがつくみたいな強さもなきにしもあるんですよ。そうなったら12球団でも結構強くなってきます。まあね、則本さんがね、今年の今回のシリーズからですね、スプリットがねなくなったじゃないですか。あ、スプリットじゃないわ、フォークがなくなってフォークスプリットが消滅してるんですよ。なんで岩隈さんも確かにフォーク系の方、下方向で2球種があってもおかしくはないって感じですね。まあここは来てのお楽しみということで、で岩隈さんの強さはそれだけじゃないですよね。特殊能力が強いですよ。超高20丸タイピンチ打たれ強さ。まあね、ここがね、もしかしたら変わるかもしれないんですけど、僕はね、ここはあんまり変わらないのかなと思います。で、このコントロール20丸とタイピンチがあるだけで、ピッチャーはやっぱリア対で強いですし、リア対に関しては強いんで、まあ、岩隈さんもね、ちょっとは注目すべき選手なのかなというふうに思います。楽天純正は必ず必須かなと思います。はい、ということで、千葉ロッテマリーンズ、小林投手ですね。小林投手はですね、今までにプロスピン登場してないので、ちょっとね、どういった形で登場するかは、ちょっと僕はね、わからないんですけど、まあね、ロッテのファンの方でね、詳しい方がいたらね、コメント欄でこんな感じじゃないかなっていうふうにね、教えてほしいかなというふうに思います。で、だからね、ライブ配信で聞いてるところによると、技巧派なのかな？なんで、まあ、超根20丸とかで出てきたら、リア対勢にとっては結構面白いピッチャーになってくるのかなというふうに思います。はい。はい、日本ハムですね。ちょっとね、僕ね、ここちょっと注目してるんですけど、マイク・イースラーさんですね。1988年の選手なんですけど、あのね、成績がですね、打率3割でホームラン19本なんですよ。で、じゃあ、アーチストないかなって言ったとこなんですけど、あのね、試合数がね、少ないんですよ。90何試合で19本ホームラン打ってるんですよ。だからこれもしフルで出場してたら、ね、って考えたらめちゃめちゃ打ってそうですし、ホームラン。ワンチャンアーチストもなきにしもあらずなんですよね。ただね、ちょっとこの写真を見る限り、なんかちょっとね、バットピクピクタフィーローズみたいなんですよね。って考えたら、まあね、外国人の選手って結構パワーヒーになりやすいですし、
パワヒで登場する可能性も高いのかなというふうに思います。ただね、多分おそらくですけど打撃能力的に代打とか指名打者とかねでは全然参るかなっていう能力で出てくることは間違いないかなというふうに思います。ここねちょっとね僕も狙いに入るかどうかね、来てからのお楽しみ。この写真見たら欲しくなっちゃうよね。はい、ってな感じですかね。はい、はい、ソフトバンクですね、斉藤和巳投手です。僕ねここも欲しいんですよ。僕ね斉藤和巳投手ね、ちっちゃい頃ね中学生の頃ですかね、野球のフォームねすごい参考にさせてもらって、もうめちゃくちゃかっこいい投手なんですよね。もうあの涙の投球、もう涙のあの試合、まあね皆さんね YouTube で見たらまたわかると思うんですけど、斉藤和巳さんの本当にね激アツな、もう本当にもうめちゃくちゃ好きなんですよ。もう言葉にできないです。はい、で斉藤和巳さんなんですけど、ダルビッシュさんのツイートによっては2006年で球種変更または追加がありというふうにね、書いてあるわけなんですよ。でそう考えた時にこの球種を見た時にね、まあねツーシームあったらこうツースプレ強いですし、でなんかリスナーさんの情報によると斉藤和巳さんの昔の動画でフォーク2種になったらいいなみたいなこともなんか喋ってたらしいんですよ。って考えたらフォーク2種で登場することもありますし、まあねよっぽどですけど先発で強投手の仲間入りになってくることを間違いないと思います。斉藤和巳さん自体もね YouTube とかでもプロスピとかもね、動画上げてらっしゃいますので、いやーここはねちょっと注目すべき選手なのかなというふうに思いますよ。リア体制の方、はいはい、横浜ローズ選手ですね。ローズ選手なんですけどね、まあもう元々ね2017年シリーズ OB で登場しております。で弾道は高弾道で、まあよっぽどセレクションはミート87パワー83のバケモンのステータスです。はい、で守備の方がですね結構良くて C の69なんですよ。ってことはね、まあ特殊したら B に乗るような形で登場する可能性もあるんですよね。で裏捨ても結構高いんだよね、補給65の C、 スローイング方もね BB ですから、守備もいいと。そしてね特殊能力の方もチャンス20丸広角打法存在感といってね、ここもね文句なしの特殊能力かなというふうに思います。まあねでもね一つ言うのであれば、まあ高弾道なんで、まあ言ったのは福留さんのようなイメージかなというふうに思います。まあ右バッターですけど、うん、でもね結構強い能力出てきますので、浅村さんやね山田のてっちゃんに代わって、まあ殿崎さんとかに代わって、セカンドで使う方が増えてくるのかなというふうに、そういう印象を受けます。でリアタイズの方ね、ここね注目です。はい、まあ、注目ばっかりやん。はい、皆さんバース、もう言わなくても分かりますね。今日からね僕の動画を初めて見るよという方、今までの動画遡ってみてください。ライブ配信、大会生配信、はい、あのね激アツです。マジでエグいからバース、僕第一候補です阪神バース、マジで強い、バケモンエグい、もう何万かかっても取りに行かなかんこれは。うん、はい、最後になりました。新ダルビッシュさん。まずこのステータス見てください。83、83、83。もうね、これね、パワーワードなのよ。全動地で83の A は。もうバケモンなのよ。で、リア体勢の方も、請求83の A はマジで強いから。でですね、続いてですね、球種の方なんですけど、ストレート、カット、スラーブ、スプリット、そして、ツーシーム A。ねえ、ぶっ壊れてない？マジで。もうね、ぶっ壊れすぎなのよ。もう、何？もう、俺もう100連勝できる気せんくなってきたわ。もう、こんなピッチャー増えてまったら。で、このチェンジアップなんですけど、なんか、話によると、チェンジオブペースみたいな感じらしいです。こちらはですね、ダルビッシュさんがツイートの方で言ってました。だから、で、最初チェンジアップって見たときに、あ、ちょっとこのチェンジアップは使い道ないかなっていうふうに思ったんです。やっぱチェンジアップはね、落ちれば落ちるほどね、強いんで。うん、だけど、チェンジオブペースって意外と強いんですよね。則本さんのチェンジオブペースでもね、苦しみ決められた方ね、多分何人かいらっしゃると思うんですけど、結構いると思うんですけどね、このチェンジオブペースとツーシームとこのストレートの使い分けでも強いですから、そこにカットボールでスラーブスプリット、やばいですこれ。でね、それだけじゃないんですよ皆さん、もうね暴かないでくださいよこれ。特殊能力アホほど強いです。超キレ20丸タイピンチの回、そしてねコントロール、もうねやばくないこれ。で、ああそれだけじゃない、それだけ中継ぎできるんだよ、限界突破すればね。もうおかしいって、もう僕洗濯契約書でちょっと吉野さん取りに行くのね諦めます。うん、洗濯契約書を捨ててこのダルビッシュさんを獲得すれば別に中継ぎもやれますし、マジでぶっ壊れてます。で、去年のセレクションのダルビッシュさんとどっちが強いのっていう意見ね結構多いと思うんですけど、僕の意見はですけど、こちらのダルビッシュさんの方が若干強いと思いますし、僕は継承でいいと思います。うん、でなんでかっていうと、やっぱりツーシーム A ってやっぱ強いんですよ。うん、で対ピンチを持ってるんで通信 S になるわけなんですよね。変化量もグッと上がりますし、グッじゃないけど1個だけ上がりますし、でカットボールスラーブなんで、もう
で、あともう一つ言ったのが、やっぱコントロールがいいんですよ。制球が高くて、コントロール持ちというところ、言ったところで、やっぱりね、こう、ビタビタのコースも決めれやすいのかなと。で、配球しやすいんですよね。って考え、自分がね、思ったところに投げれるから、配球しやすいといったところで、今回ね、僕はダルビッシュさん、こっちの方が強いんじゃないかなというふうに思います。ということで、僕もダルビッシュさんは必ず取りに行きます。ああ、マジでもうダメだこれ。みんな、もうバイトやってる人もみんなバイト増やそう。もうマジで。でね、社会人の人ね、ボーナス、前にこんなん来ちゃったらやばいよね。ああ、もう単発でバイトやろうかな。